ハッピーニューイヤー。こんにちは皆さん。皆さんの耳が幸せになるようにハッピーニューイヤーのパークです。今日のゲストは誰でしょうか。自己紹介をお願いします。はじめまして。韓国人バンド BRT のドラムセイと申します。セイしてるー。イエーイ。今日ここ初めてですよね。そうですね。どうですか。ちゃんとしたスタジオみたいで、レビューの動画も久しぶりで結構緊張してます。今日レビューしようと思う曲は YOASOBI のアイドルですよね。この曲どうやって知ってましたか。いつの間にかランキングの1位にずっといて気になって聞いてみたんですけど、僕も気づいたらずっと聞いてました。どんな、今日はどんな目線でレビューしようと思いますか。曲を先に知って、この曲が最近結構話題の推しの子というアニメの曲だ後で聞いたんですから、実はアニメの内容は全然わかんないですけど、この作品を初めて見る目線でちゃんとドキドキしながら見ようと思います。それでは行きましょう。この前チュース。ああ、いきます。おお。이게애니메이션만드는회사에서뮤직비디오도같이제작을해줬대요아아니아니메노카이샤から오それで主人公もアニメの内容と結構つながりがあると思います。おそうですね。推しの子、うん、アイドルの話ですか。そうです。で結構描き方が結構綺麗で可愛いから普通のアイドルの内容話いいかなと思ったんですけど、結構サスペンスっていうかミステリーの話も結構あって、うん、曲聴いたらすぐ分かると思いますけど、うん、雰囲気が結構違います。おそうですか。それも一つの魅力だと思います。最初は今までの YOASOBI とは違ってちょっとヒップホップみたいですよね。いろんなジャンルが入ってます。おー、最初からめっちゃディープなヒップホップリズムが効いて、え YOASOBI 合ってるって思いました。それではまた行きましょう。おおおおおおめっちゃ可愛いけど。おー、めっちゃ盛り上がるリズムに変わったんですよね。そうです。で、YOASOBI の曲の特徴っていうか、ダラララランっていう弦楽器の音も入ってて、誰が聴いても YOASOBI だって分かるように戻ってきました。確かに確かに。YOASOBI って言ったら夜にかけるみたいに。そうですね。そんな音が多いんですよね。そうです。あと、この前、YOASOBI が主題歌を担当したビスターズ、怪物っていう曲あったじゃないですか、うん、あの曲と結構似てる気がして、いろいろやっぱりアニメとか YOASOBI って元からあった小説とか本の内容で曲を作ったじゃないですか。アニメソングにめっちゃ得意じゃないかなって思って、アニメがめっちゃ気になって家帰ったらすぐ見ようと思います。あ、そうですね。小説っていうのはフィクションで想像力をめっちゃ活かしてる感じですか。そうですね、そうです。ああ、YOASOBI とあれがめっちゃ似てるんですよね。うん、そう。おお。もうもう。ないないない。おお、なんか可愛いこともちょっとセクシーなシーンもあったんですけれど、曲とめっちゃ似合う感じ。いくらさんの声と結構似合うと思います。あー、確かにいくらさんは可愛い声の中になんか色気がありますね。そうですね。本当韓国人って YOASOBI 結構有名ですよね。そうですね。なんで、なんでだろう。最近いろんな日本の文化が流行ってる影響もあったし、YOASOBI が好きなファンの集まりもあると聞いたんですから。そうですね。やっぱり夜にかけるからじゃないかなと、個人の意見ですけど、そう思います。なんで韓国にそんなに有名なのか、また聞いてみましょう。あー、また変わった。ああ、 YOASOBI だ、 YOASOBI。 そう、おお、
ちゃんと夜遊びらしさが出ますよね。そうですね。と、あとなんか応援みたいに後ろで愛、愛するのが推しの子のアイドル応援となんか合ってる気が しますよね。そのアニメの中でこの応援の文化も結構入ってて、うんうん、実でなんかオタク生活をやってる方々にいろんな思い出がまた出るように使われてじゃないかなって思います。セイもアニオタクじゃないですか。僕もアニオタです。日本の方から認められて、結構プライドになります。おすすめな、もう、アニメって何ですか？僕が一番好きなアニメは、うん、タッチと H2 で有名な作家さん、うん、足立みちるさんの作品が好きで、実は H2 が一番好きですね。もういつも、あ、この仮面、この仮面、見えるかな？あとでキャプチャーして送ってください。はい。ああ、夜遊びっぽい。かわいい。うん、ああ、こんな、ティタティタタ、こんなリズム、こんな、うん、なんていうか、メロディっていうか、うん、夜遊びは、これが特徴ですよね。そうですね。どんな曲でもこんな、なんていうか、耳に刺さるメロディーがいつもありますね。うんうん、それで、一回だけ聴いても、ずっと耳に残ったり、いつの、なんか気づいたら自分の中で歌ってる記憶もあって、その後、この曲がもっと、なんかちゃんと作られて、この曲が今までの夜遊びで一番じゃないかなって思われます。すごいですね。個人の意見ですけど。ではまた行きます。おお、また戻った。本当。なんかめっちゃ夜遊びっぽくもあったんですけど、またこんなヒップホップに戻ってみんな乗りやすいっていうかリズムがもうダンスしたい踊りたい気持ちになりますよね。そうですね。A のメロディーになれたら急に変わったり、うん、また変わったりで耳が楽しむ楽しめる曲だと思って、歌詞もアイドルさんたちが聞かれる質問たちでそのアイドルが答える教科書的な答えとかもあって、多分パクさんもそうだと思うけど聞かれたことある質問も結構入ってます。そうですか。好きなタイプはとか あの答えで私人を好きなんて分かんないですあの歌詞も入って結構面白いアイドルの正しい返事です ですね。答えですよね。そうですおもろい、いけます。おお、もっとディープになった。おお、この部分が一番好きです。おー、すごいですね。ビルドアップがすごいですね、うん、ここ。僕ちょっと暗い雰囲気の曲も結構好きなんですけど、うん、暗くてもどんどんなんていう盛り上がるっていうか、どんどんビルドアップになって爆発する曲大好きなんですけど、このメロディーではないけどラップみたいで、うん、特殊な効果も声に入って、うん、結構好きなタイプの曲です。なんかアイドルの黒さっていうかをちょっと表現したかなって思いました。そうです。舞台の上と舞台から降りた自分の原価みたいな部分もあるんじゃないかなと思うし、なんかいつもファンの方々の前に笑わないといけない雰囲気も黒さっていうか、うん、そういう部分も多分いくらさんも知ってると思うんで、あのアーティスト生活であれをちゃんと曲に入れたじゃないかなと思います。せいやはどうですか？舞台の上の生徒、普通の生徒。どこに行ってもいじられるの一緒ですから、そんなに変わんないかなと思いますけど。確かに確かに。でも最近ちょっとビザとかいろんな個人の問題でちょっと辛かったんですけど、逆に舞台の上で笑うために努力したら、どんどん急に回復してる。確かに。やっぱり笑うのが特に薬になったじゃないかなと思って。いい言葉ですよね。笑うことは僕の薬になっている。そう。感覚にそれあるんじゃないですか。笑ったら福が来ます。ああ、そうそうそう。幸せが来ますっていう。娘は僕読んだ。うん。
それみたいに、どんどん笑えることがどんどん大きくなるんじゃないかなって最近思ってます。皆さんのおかげです。ああ、いいことありがとうございます。それではまた続きましょう。ああ、楽しい。かわいい。ふぅあい、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 あい。ああ、ちゃんと黒さからまたもっと明るくなってるのが、本当ギャップがあって、もっと効果的な。ああ、そうですね。すごいですね。ギャップ萌えの世界っていうか、うん、教科書的なところをちゃんと見えたと思います。すごい。ああ。また黒くなった。MV もめちゃくちゃ、なんか、作品性が高いんですね。お、ここも応援みたいな。おー、すごい。ちゃんと応援歌みたいですよね。そうですね。なんて言います？みんな一緒に歌うこと？デチャン。デチャン。韓国語でデチャンですよね。韓国は대창文化がめっちゃ。そうですね。世界的に有名です。そうですね。なんでだろう。そのエミネムさんも、あと、そんな冷静なエミネムさんも愛に落ちる。そうです。感じっていうこともあったんですよね。すげえ。悲しくなった。来た。夜遊び来た。おお、これめちゃ効果的じゃないですか。リズムがチャッチャッチャッチャするからみんな拍手するべきな感じ。そうそうそう。おお、これも本当勉強になりますよね。そうですね。なんか YOASOBI さんのこの曲を歌う、うん、ライブに絶対行きたい気がして、一緒にあいあいとか。チャッ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 。おー。普通に曲に乗ったら、それが自然に応援になる感じ。すげえ。頭もめっちゃいいかな。あ、そうですね。曲作った綾瀬さんの天才性がちゃんと見えると思います。作詞、作曲、編曲全部綾瀬さん。そうですね。すごい大天才だと思います。本当ですよね。おー。飲まないと。明るくなってってまた。へいへいへい。おお。ああ、アイドルってどんな職業って思いますか？いやー、サービス系もあるし、元はアーティストというか。芸術が、だと思いますけど、いや、なんか、いろんなサービスもしないといけない義務がある仕事で、なんか僕たちはアイドルまでではないんですけど、韓国から来たので、ちょっと皆さんから、アイドル系のところも期待されるところも結構あると思うんで、ちょっとだけ同じ感じじゃないかなって思いました。言いたい感、そうですね。アイドルって本当に世界で一番今10代から20、30代まで本当に今アイドル文化がめっちゃ流行ってるんですよね。そうですね。日本はなんか日本だけの文化じゃないかなと思うんですけど、お母さんが娘を連れてきて一緒に応援したり、この間日本の CM を見たんですけど、韓国のアイドルにハマったお母さんと思春期の娘、二人暮らしなんですけど、逆にお母さんがもっと序列的に応援したりして、娘はそのお母さんを応援することになります。あ、僕結構な、ちょっと泣いたんですけど、そういう文化も日本のいいところ、いい応援の文化じゃないかなと思って。
そうですね。僕もそういう思う、一緒な感じかわからないけど、上司は死ぬまで上司だ。ああ。っていう感じ。うんうんうん。ですね。だから、誰かに愛を伝えることも、うん、愛をされることも、本当に、女子は死ぬまで。男も一緒じゃない？そうですけど、なんか、女性の方は、いつかは、なんか、誰かのお母さん。ああ、確かに。自分のことが、なくなるそう。のが、そうですね。僕のお姉さんが、メイコを産んだ時、うん、え、誰かのお母さんになったねって。そう思ったら、僕のお母さんが、おばあさんになったのが結構衝撃で、なんか悲しかったですね。ああ、そうですね。その感じ。あでも、誰かのお母さん、誰かの妻の前に、一人の女性だから、うん、それを忘れないようにした方がいいじゃないかなと思います。世界のお母さんのために。チェーズ！チェーズ！あんま。ちょうど母の日、過ぎたじゃないですか。そうですね。いきます。あー。ちょっと急にムカつく感じなんですね。二人の愛をみんなが応援してる感じ。二人が目が合って、うん、この二人が目が合った時、後ろで全部、え？愛！愛！愛するのが。でも二人は兄弟です、うん。あ、兄弟ですか？多分、うん、だと思いますけど、アニメの内容と、うん。つながるんで、スピンオフみたいな、推しの子のスピンオフの作品を曲にしたのがこの曲ですけど、主人公の星の愛っていう方がアイドルですけど、その同時に双子のお母さんです。そういうことか。ネタバレになるかと思って言わなかったんですけど、絶対誤解してるから、うん、多分その双子がちゃんと成長した後の姿じゃないかなと思います。で、そのお母さんが、もう結構大きくなった自分の息子娘に抱きしめてあげたじゃないかなと思いました。そんな。ちょっと間違ったらすまないんですけど。皆さん、僕もまだ見てないんで。コメントで、ネタバレをみんなにしてください。はい。おぉ。終わりも YOASOBI。そうですね。ああ、すげえ。うん。ああ。さすがだ、さすが。乾杯。乾杯。どうでしたか？見る、この MV を見てる途中に全部言ったと思いますけど。今までの YOASOBI の曲で一番の曲じゃないかなと思われるほど、アニメの雰囲気と曲の雰囲気もめっちゃ似てるし、ちゃんとアニメのことを活かせた曲だと思って、逆にこの推しの子の会社が天才だと思います。YOASOBI に曲を、ね、頼んだのが、そうですね。僕たちもいつかアニメソング、なんか主題歌を歌いたい夢があるんじゃないですか。そうですね。めちゃくちゃいい勉強になったと思います。本当にこのチャンネルのきっかけにめっちゃ似合う曲だと思ってました。本当に耳が楽しめることが多すぎて、そうです。ずっと変わるリズムもそうだし、なんかアイドルの気持ちをそんなに明るくさも、黒さも一緒に表現して、それを音楽に表現したことも本当にいい勉強になったんじゃないかなって思います。大先輩からいいことを教えてもらいました。すごかったです。ありがとうございます。本当に僕らの耳が幸せになりました。皆さんも耳が幸せになるまでに頑張ってるんで、皆さん今日もありがとうございました。皆さん、ハッピーニューイヤー！え？もう全部見ちゃったんですか？スキップとかしなくて？そしたら、これとこれも見てください。